扉が閉まります。扉付近のお客様は閉まる扉にご注意ください。これで稲取りに取りに来るわ。ということでですね、引き続き東横線の帰国放送でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この子も急激東横線の放送いくつかで
終点の沿道現役には元町中華街の終点放送をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
武蔵小杉、武蔵小杉に到着です。お近くの台にご乗車ください。この電車はディナトリ線直通特急オートアイ中華街行きです。1分少々停車いたします。お待たせいたしました。まもなくの発車となります。現在車内上中車掌が巡回を行っております。何かご不明な点ありましたらお気軽にお尋ねください。では次の放送にさせていただきます。
横浜駅までの東横線の区間をとりあえず放送させていただきました。まあなんか渋谷のね地上の時代ということで、非常に懐かしくね、さらにこの発展系のね現役の時代ということで非常に懐かしい放送を流させていただきました。ありがとうございます。引き続きご案内いたします。あと2分ほどで伊豆稲取駅到着をいたします。伊豆稲取駅では観光列車行き違いのための停車となります。お客様の利用にはできませんのでご注意ください。伊豆稲取を出ますと終点伊豆高原に停車いたします。またお帰りの際の関東圏鉄道情報についてお知らせいたします。現在 JR 東海道線ですが横浜駅での安全確認の影響により運転見合わせとの情報が入っております。詳しい情報入り次第改めましてご案内いたします。あらかじめご了承ください。さてここまで東横線の放送をしていただきましたがいかがでしたでしょうか。稲取から先数分間は港未来線に突入いたします。伊豆稲取での停車時間、特急電車との対比をお楽しみください。まあ変わりないならございますが、停車中ちょっと横浜の停車放送をできればななんて思っております。はい、先ほど東海道線の運転状況をお知らせいたしましたが、続きまして他路線についても大幅な運転見合わせが発生しております。JR 中央総武各駅停車四ツ谷白野町駅からの車両故障の影響により上下線で運転見合わせ、運転再開の見込みは立っておりません。ご利用のお客様はご注意ください。伊豆稲取に到着しております。1分少々停車いたします。ドア開きませんのでご注意ください。横浜でございます。この電車は港未来線特急元町中華駅です。当駅では卒業は港未来に止まります。お待たせいたしました。まもなく発車します。ご乗車になりましたら車内中ほどまでお進みください。車内中ほどまでお進みください。まもなくドアを閉めます。車内中ほどまでお進みください。ドアを閉めます。今一度手荷物強くお引きください。亀中車掌に引き継ぎます。はい、私の方からご案内させていただきます。往路と同じように伊豆高原駅からバスの方を乗り換えいただきますが、本日伊東線宇佐美駅付近花火大会開催に伴い、国道135号線大渋滞見込まれております。つきましては熱海駅19時に到着できない可能性がございます。あらかじめご了承ください。花火大会開催に伴い国道につきましては大きな渋滞が見込まれております。つきましてはバスの熱海駅到着遅れる可能性がございます。あらかじめご了承ください。動きます。お立ちのお客様はご注意ください。停車発車いたします。では先ほど東海道線運転見合わせについての情報をお知らせいたしましたが、詳細につきまして横須賀線内での線路内人立ち入りによる一時的な運転見合わせとの情報が入りまして、現在につきましては運転を再開しているとの情報が入っております。それでは引き続き港未来線内の放送を復刻させていただきます。次は終点元町中華街に停まります。馬車道などご利用の方は各駅停車に
車両行きますと、浜松白田駅までの間、千葉チーム海岸線を走ります。
本日も宮古根外線ご利用くださいましてありがとうございました。降りの際お忘れ物なさいませんよう貴重品など今一度ご確認ください。はい、ということでですね、渋谷から音町中華街までですね、特急列車で国葬車内放送を応答させていただきました。ありがとうございます。はい、列車は先ほど伊豆浅川駅通過しまして、もうじき伊豆北川駅通過することかと思います。伊豆高原駅までノンストップにて運転をしてまいります。ということでですね、もうじきこの貸し切り列車の旅も終わりということでですね、少々小話の方をねさせていただければというふうに思います。はい、先ほどのね撮影会非常に、皆さん楽しんでいただけてね、伊豆急さんにもご協力いただき本当にありがとうございます。先ほどの撮影会ですね、急行とあとは港未来線とか桜木町関連のね、出させていただきましたけれども、あれ実は全て高木くんの独断ですね。全て独断で、はい、やっていただいて、で最初はね、これ貼ってどうなんだろうなと思って、伊豆のマークと合うのかなって正直ちょっと僕も思ってて不安なところはあったんですけどもね、無事に皆さん高級でね、ありがとうございます。もう高木くんもね大変喜んでおりましたけれども、はい、行き先の幕についてもですね、普通伊豆急下田であったりとか、定期の幕から、そうですね、非定期の幕、快速河津であったりとか、快速の幕をね今回少々多めに設定させていただきましたけれども、中にはね、赤色の3文字でね皆さん興奮されておりましたけれども、はい、ありがとうございます。ということでですね、もうじき終着、あ、じゃあもうじき伊豆大川駅通過しまして、残り7分程度で伊豆高原駅到着といたします。それでは上中では最後の車内巡回を行わせていただきます。記念撮影等ご用のございます方、どうぞお気軽にお声をおかけください。ではその間は私が多少はお話しさせていただきます。いやトンネル多いことですし、なんか関東本線の放送とかしようかなと思ったんですけど、ちょっと無理なんで田園都市線の放送させていただきます。本日は東急田園都市線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は半蔵門線東武スカイツリーラインと普通急行中央輪郭していたしました急行東武動物公園行きです。次は未来町田グランベリーパーク、未来町田グランベリーパークに停まります。お出口は左側です。じゃあちょっとふざけましょうかね、一つだけ。なんかさっき半蔵門線の放送がダメだって言った時すごい悲しがってる人がいたんで、じゃあちょっと偏僻なものに行きますよ。お待たせいたしました、営南地下鉄半蔵門線をご利用くださいましてありがとうございます。三越前駅でございます。じゃあ水天宮前でございます。出口は左側です。Thank you.
引き船、北千住、西新井、草加、新越谷、越谷、浅間台、春日部、終着、東武動物公園です。次は引き船に止まります。前口は左側です。引き船の次は北千住に止まります。通過する東向島、金ヶ淵、堀切、後ろをご利用のお客様、向かい側1番線、区間10級大田駅をご利用ください。東京スカイツリー、失礼いたしました。成木浦橋アパクト方面ご利用のお客様、4番線から普通浅草行きをご利用ください。成木浦橋浅草行きは4番線です。亀戸線、奥大方面亀戸行きは5番線へお進みください。ということで、先生の東武鉄道で締めさせていただきましたけれどもね、あの東武で締めるのもね、はい、8点のね、まあ、活躍場所かっていうのはちょっと微妙なところではありますけれども、はい、ということでですね、先ほどね、最後の通過駅、伊豆大川駅も通過しましてですね、あと4分ほどで終着の伊豆高原駅に到着をいたします。今度はですね、私ども今日喋らずにね、ポイントだけで、ね、絞って、放送させていただきましたけれども、まあ、黒はですね、高木くんの協力もありまして、復刻放送を多く取り入れさせていただきました。ありがとうございます。それでは伊豆高原駅到着後についてご案内いたします。私たちは伊豆高原駅は3番線ホームに到着いたします。お出口は左側です。伊豆高原駅は3番線に到着をいたします。お出口は左側です。なお、この電車は終点の伊豆高原到着後は回送電車として車庫に引き上げます。お客様の引き続きのご利用ご乗車いただけません。どうぞお近くの扉からお降りください。また車内にお忘れ物や落とし物なさいませんよう、お支度をした上でお待ちください。また伊豆高原駅から熱海駅行きのバス、係員の方がご案内させていただきますので、係員の指示に従いまして、駅前ロータリーバス乗り場までお進みください。伊豆市急下田駅発車いたしまして、約30数分経っております。本日午後1時半に伊豆高原出発しまして、ここまで伊豆急下田へと往復をしてきたわけなんですけれども、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。拍手してる方、見えますよ、見えますよ。2号車の方ですね。3号車見えてます。ありがとうございます。もうね、はい、最後まで頑張りますんで、ね、よろしくお願いいたします。ちょっと今2号車で見たくないものが見えてしまいましたけれどもね、ありがとうございます。はい、それではね、伊豆高原駅まもなく到着ということでね、放送もこの辺で区切らせていただきたいと思います。皆様本当にありがとうございました。はい、皆さん今日は、伊豆急の貸切電車と撮影会お楽しみいただきましてありがとうございました。まもなくもう伊豆高原に到着しますので、私の方から必要最低限の放送します。伊豆高原到着後はもう32分に回送電車として発車しますので、速やかに降車をお願いします。皆さんもう30分に着いたら2分後に回送電車として扉を閉めて発車しなければならないので、速やかに降車をお願いします。名札はつけたまま改札口を出場しますので、そのまま名札をつけたまま改札口を出場してください。そのまま名札については改札口を出場しましたら、お客様に差し上げますのでお持ち帰りください。お忘れ物、落とし物ないように降車をお願いいたします。伊豆高原に到着です。